その豚ラーメンに背脂にんにく、このこれぞ豚っていうの、これがね、これとあと、まあ、その横はあの袋野菜コーナーなんですけど、うわーすごいチャーシュー増し野菜増しからの1ゼロ、これは1200キロカロリーぐらいあるんちゃいます。まあ、あまり細かいことは考えてないですもう耳に入らなくなる。まあ言えばチャーシューそのままです。これ2枚入ったんで、美味しそうだね、チャーシューね。もともと入ったもの、じチャーシュー、あ、ほんと美味しそう。それが背脂ニンニク、はい、美味しそうですね。美味しそう。袋もやし、ボリューミーなんですよ、皆さん。このセブン入れのラーメン美味しいですもんね。これね、美味しいんですよね。そもそもね、でこの透明、ボリューミーですね。美味しいですか。あの食べ比べの投稿を見て、どこのコンビニでもあの二郎系みたいなこのレンチンやつがあるみたいで、うんうん、そうなんや、うん、あ、マオさん落ちた、マオさん落ちた。チャーシューの具合だけでいくと、ローソンのラーメンが一番肉肉しいらしいです。そうなんや。味はダントツで、セブンイレブンの今予算が食べてるこの方が美味しいらしい。あー、これが 別で買った豚肉、これぞ豚。これぞ豚。うん。うん。これぞ豚。だから自分で自分に言ってるんだよ、逃げる。食べ方が気持ちいいですね。ありがとうございます。そう、やめられない。美味しそうに食べますね、ほんとねえ、食べ方がほんとに。絶対に、ロッカーなんだけど、ニンニク臭って言われてハマっちゃいました。次行ったら、どうでしたって聞かれるんじゃないですか。そうだね、まあ、2杯目はい、ケピー。はい、ケピー。この質感、この麺の質感がどん兵衛に似てるからって言って、どん兵衛をアレンジして洋系のどん兵衛にする
のも一時流行ったんですよ、ネットで。でも、もう多分寝る詐欺。寝る詐欺。カオルン不眠症だよー。カオルンが不眠症だよー。でも、1、2、3、4、5、6。ふやふやマウン。でもさっきよりは。ふやふやマウン。でもさっきよりはだいぶはっきりしてますよ。やったー。質問したいと思います。